はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書3章テスト対策やっていきます。で、今回は2問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらってちょっと厳しいのがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番なんですが、右に図があると、まずグラフだね、があって、 A が4号です。で、 B が5、0ですね。ちょっと書き込んでおきましょうか。こっちが4、5で、 B が5、0ですね。で、点 C を通る直線、まあ、C をね、通る直線があるんですけど、それが Y イコール AX-2 です。だから傾きが分かってないんだよね。でも C は絶対通るよっていう。で、できればこのね、Y イコール AX-2 って見た瞬間に、ああ、OKOK、C の座標って0の -2 なんだなっていうのは書き込めると嬉しいです。なぜなら、切片が -2 って分かってるから、切片は Y 軸とぶつかったところ、つまり C だよね。だからすぐ書き込めると。使う使わないは置いといてね。で、傾き分かんないから、結局 C を通れば、まあこういう直線でもいいわけだし、まあこういう直線でもいいわけ。C を通ればね。で、この直線が線分 AB、あいつです。で、両端の点 AB を含む。と交わる時の、まあ、A の値の範囲を求めなさい、まあ、傾きの範囲ですね、という問題です。で、この1番に関しては、問題を理解できればやることはそんなに難しくないんです。ただ何を言ってるかがわからないと思います、苦手な子にしては。1番はね、あんまり慣れない、出てこないんで、そんなに慣れないっていう問題なんだよね。で、どうやってやっていくかっていうと、結局 AB と交わってほしい。例えばさ、この C を通るはもう決定なんで、こういう直線になってれば AB と交わりますよね。もちろんもうちょっと上げてさ、こうなっても AB と交わってる。じゃあ結局 A の値の範囲を出したいんで、傾きっていうのは数字がでかくなればなるほど傾きが急になりますよね、プラスにおいては。で、一番急になっていいところどこって言ったら、それはこの A を通るところが一番急ですよね、斜めとしては。これ以上急になってしまうと A は交わんなくなるからさ。で、同様に、じゃあどこまで下にこうやって斜めを下げてっていいかなって考えると、それはこの B を通るところが一番この斜め角度が少なくなるよね。こうやってもっと下げてしまうと B と AB 交わんなくなるので、つまり何を言ってるかっていうと、 C と A を通る直線と C と B を通る直線の傾き出せばいいんでしょっていうところに持っていけるかどうかなの、この1番はね。いいかな。だからまず AC から出していきます。 AC の直線ね。で、AC は4号とさっきやったように0のマイナス2って分かってる。だから AC を使っていきます。で、2点を通るので、Y イコール AX プラス B って置いて代入してってやっても構わないんですが、AC は、ここ、切片がマイナス2って分かってるので、ちょっと囲んでいいかい？スタートが Y イコール AX プラス B じゃなくて、AX マイナス2からスタートします。まあ、ここに置いてある通りだね。で、こいつが A を通る、4号を通るので、だから4号だね、を代入する。 4A-2 で、これをまとめると 4A イコール7か。だから両辺4で割ると、ちょっとね、ごめん、下にまとめたいんでこっち行っていい。 A イコール4分の7となります。つまり AC、こいつの傾きは4分の7の Y イコール4分の 7X-2 ってことです。で、同じように BC も求めに行きます。で、BC も C を通ってるから Y イコール AX-2 同じように始める。それが5、0を通るんで、5、0を代入する。Y に0。X に5を代入すると、こうなります。で、まとめるとこうなるので、両辺5で割ると A イコール5分の2とこうなる。つまり一番でかい数字は4分の7の、これ以上傾きが大きくなると交わんなくなるからね、どんどんもっと急になっちゃうから。で、一番小さいのはこれです、5分の2。
ここまでは下げて OK だよって、それ以上下げてしまうと交わんなくなる。つまり一番小さいのがこれ、一番大きいのがこれになるから、下かけるかな。 A の範囲はこの大きさだと、あ、まだいけるね。じゃあちょっと答え下に書いちゃおう。ちょっと待ってね。と言って大きく書くと入るかな。範囲を書くのでこうですね。 A を小なりイコールって読むんですけど、このマークで囲みます。一番小さいのは5分の2、一番大きいのは4分の7なので、これで終了となります。いいかな。で、2番です。で、個人的な意見だと、この1番と2番を比べたときには、2番のが出てくるというか、目にすることが多いかなと。個人的にはね。で、2番は、直線 y イコールマイナス3分の 2x プラス3分の17っていう。もうこれ見ただけでもちょっと嫌ですよね。めんどくさそうっていう感じがします。で、こいつが、x 座標、y 座標が共に、つまり両方とも正の整数である点の座標を全て求めなさいという問題です。何を言ってるかっていうと、こいつね、まあマイナス3分の2だから、傾きざっくり書くと3分の17スタートなんで、どうだろうな、まあ、こんな感じなのかな、こういう直線になりますと。で、X 座標、Y 座標が両方ともプラスっていうのはこのゾーンですよね。右上。こっちとか来ちゃうとマイナスになっちゃうから、どっちかが。で、まあ、どっかいろんな座標がこうやってあるわけですけど、その中で正の整数、つまり分数、小数にならないやつ、5の2とか、3の7とか、そういったものの座標を全部求めなさいっていう問題。で、このタイプは基本的に力技で持ってきます。そう。で、どう持っていくかっていうと、全部やっていくっていう、どんどん代入していくっていうね。で、どうや、例えばね、 X 正の整数だから、 X1 とか OK でしょ。 1X が2の時、 X が3の時、 X が4の時って確かめていくの、5の時って。でもこうやるとさ、永遠に続くでしょ。6、7って8、どこまでやんのみたいな。で、それがどこで止めるかを判断する。で、どう判断するかっていうと、これ結局、今回8までで止まります。このやり方でいくとね、本当は違うやり方あるんで、後で言います、ちゃんとね。8までやるの。なんでかっていうと、今、X に代入しますね。これ、もし、X に、じゃあ、9を代入します。そうすると、マイナス3分の18だよね。2区18だから。マイナス3分の18になるから、プラス3分の17とくっつけると、マイナスになるの。いや、せーのって言ってるんだから、マイナスになったらダメでしょ。で、ここが9になった時点でマイナスに切り替わります。8まではマイナス3分の16なんで、まだプラスゾーンにいるの、 Y が。でも9、10、11ってなったら、どんどんマイナスがでかくなるだけだから、9以降はやんなくていい、マイナスだから、 Y が。つまりこの8個を1の時計算、2の時計算ってやれば、絶対出てくる答えが。いい。で、一回これでやります。ちょっとごめん、動画長くなって申し訳ないんですけど、これで一回やってみる。で、今日ちょっと口でやるから申し訳ない。ちょっとついてきてね。1を入れるとマイナス3分の2、くっつけると3分の15、約分して5ですね。だから整数だから OK なの、これ。2を入れるとマイナス3分の4、くっつけると3分の13になっちゃうんで、これダメね。3分の13は、整数になってないから。3を入れるとマイナス3分の、6。だから、3分の、11。ん ?6? いいんだね。11だから、これもアウト。で、4の時が、マイナス3分の8だから、3分の9になって、4の3で OK。5の時、マイナス3分の10。だから、3分の7になるから、ダメ。頑張って続いてね。6の時、上がマイナス12だから、3分の5になるんで、ダメ。7の時、マイナス14だから3分の3で1、OK。で、8の時は3分の1だね、計算すると。いや、めんどくさいでしょめんどくさいけど、でもこれで当たりなの。この3つ書けば OK ね。でも、これは実はもうちょっと、結局ね、やること似てるんですけど、分数の勝負するとめんどくさいんですよね、これ。だから、分数消しちゃうんです。どういう風にやるかっていうと、答えさ、書いちゃいますね。結局出したかったのは、座標3つ。1の5と、4の3と、
7の1。これが答えです、今回の。この3つね。で、これ分数消すんだったら全部に3かければいいですよね。で、3かけます、まず。かけると、3y イコール、マイナス 2x プラス17と、こうなります。で、個人的には、本当は x イコールとか y イコールに直せたらいいんですけど、今回 x イコールに直しようと思ったら2分のって分数出てきちゃうので、で、今、こっち x が2ですよね。で、y にくっついた数字が3ですよね。まあ、これマイナスついてるけど。で、小さい数字の方、今だったら2ね。まあ、マイナスついてるけど。で、それを左辺に持ってきて、その 2x イコールにちょっと直してみます。まあ、このままでもいいんですけど、そうすると、マイナス 3y プラス17と変わります。変形するとね、ちょっと消していいですか？こうなりました。で、この状態で確かめた方が実は簡単です。確かめるとね。で、どうやってやっていくかっていうと、こっちの掛け算直そうか。こうやってやる。で、これね、今は x の方から入れてきましたよね、この式。これね、y の方から確かめます。どういうことかっていうと、ちょっとカッコ先書かせてね。入ってる？あ、入ってる入ってる。こっちは全部で8個確かめたんですが、この式にすると5個で OK なんです。なぜかっていうと、y が1の時 OK、2の時 OK、3の時、y が4の時、y が5の時、ここでストップします。なぜなら、今 y がここ5に入れると17-15で2になりますよね。でももし y が6に行くと17-18になってマイナス1になります。でマイナス1になるためには x が負になっちゃう、マイナスになっちゃうから、絶対にだからないの。さっきと同じような発想でね。つまり確かめるのが5個で済みます、あっちだと。しかも分数ないから確かめやすいんです。いい？で、そうすると、y に1入れるじゃないですか。そうすると、17-3だから14。2x イコール14になるのは、x7 ですよね。2入れます。17-6 だから11。2x イコール11だと、2分の11になっちゃうから、じゃあダメだねって。3入れると、17-9、8だよね。2x イコール8だから、4だよねって。4入れると、17-12 で5。2分の5になっちゃうからダメだねって。で、5入れると、17-15 で2。2x イコール2だから1だよねっていう。同じでしょ？ 3 つ。だから結局やってるのは全部入れて確かめてんじゃんってなっちゃうんですけど、まあ分数のまま、基本的にこの問題分数で出されることが多いんで、分数のまま出すね、こうやって勝負してっても構わないんですが、分数を切って、まあ、なくしてしまって、整理してからやった方が、ミスは減るかなと、個人的にはね、思いますので、本当はここが X とかならどっちが簡単なんですが、まあどっちでも構わないんで、まあこういう風にやるんだっていうのを頭の中にね、覚えてもらえたらと思います。では、今回は中学校2年生の教科書3章テスト対策やらせていただきました。今回も最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。では、引き続きね、テスト対策取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。